たは株式会社ヤシロアコロジーのエリアを逸脱しています。直ちに引き返してください。警告に従わない場合、株式会社ヤシロアコロジーの自治法第34条1項により、株式会社ヤシロ警察に通報した上で発砲いたします。繰り返します。警告に従わない場合、株式会社ヤシロアコロジーの自治法。
観念したのね。いいわ、とどめを刺してあげる。ほほう、何の音かと思えばお客様だったようじゃな。通気口から侵入しやがったのか。面倒だな、穴塞ぐの。あんたたち何者？礼儀を知らないお嬢ちゃんだね。そういう質問は自分の方から名乗るもんだよ。ここは一体どこだからさ、質問に答えるのはあんたの方だって言ってるだろ。まあ良いではないか。ここは穴蔵。穴蔵？株式会社ヤシロから追われ反発する人間たちが暮らす天国のような場所さ。地面の下だけどね。さあ、あんたの番だよ。名前は？私はサビ。お姉ちゃんはどうしてここに来たの？私は何をする？私はこいつらに殺されかけた。それだけじゃない。私のママと妹はこいつら化け物に殺されたんだ。私はこいつらを絶対に許さない。やめるんじゃ、サビとやら。カオス、彼だけはそのあたりのギルステインとは違うんじゃ。ギルステイン？こいつら化け物のことさ。ギルステインが元は人間だったことぐらいは知ってるじゃろ。ああ、こいつらはヤシロが究極の人間兵器を作り出すために遺伝子操作で作り出した化け物なんだろう。いくら元は人間だからって、敵を殺傷するために人間の心を捨てて凶暴な獣の心だけを植え付けた化け物じゃないか。こいつらなんか一人残らず死ねばいいんだ。やめて！カオスは人間の言葉だって理解できるし、全然凶暴じゃないんだよ。信用できるものか。どうせすぐに人の心を失うに違いない。私たちもそう思ったさ。けどね、どうやらカオスだけは違うみたいなんだよね。1ヶ月経っても人の心を保ってるからね。一説には出来損ないのギルステインだという噂もある。あんたたち、こいつをここに？そうだよ、一緒に住んでるんだよ。信じられない。ま、とりあえず用心棒として置いてるだけなんだけどね。でもさ、案外いいやつだぜ。お嬢ちゃん、あんたもカオスに命を助けてもらったんだろ。サビとやら、とにかくゆっくりと体を休めるがいい。後でヌーにベッドに案内させよう。好きなだけここにいてくれればいい。そのうちカオスのことは理解できるようになる。あいつももう少し明るかったらもっといいやつなんだけど。性格が後ろ向きなんだよ。いつまでもうじうじ過去に固執して、あいつは一生あのままだね。大橋、言葉が過ぎるよ。はいはい。
で、リーはどうするんだ？なあ、もちろん志願するさ。だってチャンスだろ。500倍だって言うぜ。それに勝ち抜けば俺たちみたいな下級市民でも一気にエリートになれるんだ。当然の競争だな。うちのトップシークレット、カドケウスプロジェクトのメンバー募集か。噂だとヤシロはこのプロジェクトを来たる22世紀の中核ビジネスに据えようとしているらしい。カドケウスプロジェクトって何なんだ？さあな。もちろんうちの得意分野のバイオケミカル関連であることは確かだろうけど、何をしようってんだ、うちのお偉いさんたちは。なんだっていいんだよ。要は俺たちがのし上がっていくだけの話だ。あまあな。いい。やったなカオス。よし、今夜は久々に繰り出すか。でもこれからが大変だぜ。なに、俺たちなら大丈夫さ。この勢いで突っ走るだけだ。そうだな。ああそうさ。やっほー。選ばれし13名のエリートたちよ、我々は諸君らと共にこのプロジェクトに携わることを誇りに思う。君たちが入社した株式会社ヤシロは、カドケウスウイルス？火星の地表から採取された1億年前の太陽系岩隕石に付着していたウイルス遺伝子を再生して作られたものよ。人体に投与すると体内に急激な細胞変化が起こり、全身が熱い甲羅のようなものに覆われた醜いモンスターに。モンスターだって？ムデムはこのウイルスを人間に投与することで無敵の人間兵器を作り出そうとしている。まさか、ヤシロはバイオケミカル分野で世界のトップ企業だぞ。そんな恐ろしいプロジェクトを進めるはずがない。何かの間違いに決まってるさ。レイメイ？まだ担当者以外見せちゃいけないんだけど、昨日行われた初実験の記録映像よ。まさか本当なのか？カオス、私怖い。いくら会社命令だったからといって、私は神に背くものを作り出してしまった。このウイルスによってたくさんの人々がモンスターにされて兵器として送り出されてしまう未来が訪れるかと思うと、私カオス。大丈夫だ、心配ないよレイミー、大丈夫だ。本当にプロジェクトの本当の目的を流す？ああ、それしかない。バカな真似はよせ。
社内のトップシークレットだぞ。もし流したことが上層部にバレたら、貴様一生牢獄行きだぞ。それでもいいさ。プロジェクトが頓挫して何千何万もの人々がモンスターに変えさせられずに済むんならな。レイメイの話本当に信じられるのか。だって俺たちにはカドケウスプロジェクトの目的は将来火星に人類が永住できるようにするために遺伝子と細胞に手を加えて放射線に耐えうる体を作ることだってできるって。俺はこの目で見たんだ。ネズミがウイルスを投与されてモンスターになっていくの。わかった、わかったから大声出すな。とにかくだ、ネットに流すのはもう少し待て。俺にいい考えがある。どうするつもりだ。ムデムに直訴する。俺を信じるんだ。わかった、リーに任せよう。ディスター、株式会社ヤシロケミカル社員 C プロジェクト開発メンバー、社員番号10458769。間違いないな。一体何の真似だ。変更しろ。待ってくれ、俺が何をした。おい離れて。これは気がついたようだな。ミスター・ムデム、何のマネです。君には失望したよ、カオス君。あのままカドケウスプロジェクトの開発メンバーとして私の右腕となって働いてくれさえすれば社内での地位は保証されたというのに残念だ。俺は人を化け物にするために会社に入ったわけじゃない。戦争の道具を作るために今まで勉強してきたわけじゃない。若い、若いよカオス君。その若さをもっと賢く使えば君ももう少しはうまく立ち回れたかもしれんのにな。少しは親友を見習うとよいな。リーのことか。彼は君より少しだけ賢い青年だよ。私は気に入ったよ。何の理順も見出さない友情なんかより出世を選択したのだからな。私の昔を見ているようだ。まさかリーが俺を撃った。まさか。さて、君とはもう少し話をしたかったのだが残念だ。お別れを言わせてもらう。それは感謝するがいい。君は恋人の作ったカドケウスウイルスの記念すべき第1号の被験者になるのだ。くそ。君のデータは研究に大いに利用させてもらおうとするよ。親友の恋人も喜ぶというものだ。ああ、やめろ。アディオス、カオス。やめろ。
が死んだなんて。突然の事故だった。耐圧実験場で高圧ガスが爆発して。調べたの？本当にカオスはそこにいたの？レイメイ、カオス。なんて力だ。さあ早く出よう。このブロックはすぐ閉鎖される。奴らまさか俺たちを。今更俺たちを攻撃しても無駄だってことわかんねえのかな。違う、誰か追っている。どうする長老。決まりきったこと。社に追われている奴は我々の仲間じゃ。だよな。よし、みんな聞いた通りだ。新入りの歓迎パーティーよろしく。了解。オーケー。そろそろ来るよ。よし。なんだろう。獣、生きてるのか。人間じゃねえぞ。こっちに来るぞ。なんだよこいつ。お、化け物。待つのじゃ。でも化け物が追われているのはこの化け物の方じゃ。どうすんだよ。知れたこと。ここは我々の聖地。社の奴らは一歩たりとて足を踏み入れさせるわけにはいかん。だそう。了解。待ってくよ。2番と7番が使えそうね。隊長！そこの化け物、死にたくねえんだったらこっちに来い。と言ってもあいつ言葉わかんねえよ。おいおい、本当に来やがったぞ。
たたしさ、そこから先進むのは勝手だけどさ、ここはもう社アコロジーのエリア外だから、怪我をしても死んでも会社の保険降りないぜ。そこんとこ覚悟して突っ込んできな。お、退却だ、退却。やったー、おとといきやがれ。お大事に。骨のねえ奴ら。仕方ないよ、奴らもみんなサラリーマン。なんたって株式会社社警察の社員様たちだもん。で、残るはこいつか。起きたよ。え、おっと、下手に動くとズドンだぜ。人間の言葉わかるみたい。ムデムのやつ、あの計画を本当に実現しやがったみたいだね。カドケウスプロジェクトか。狂信者のザレ言だと思っていたんだが。動くなって言ってんだろ、ビビるからさ。ギルステインか、想像していたよりでかいな。完成度はかなり高いね。ムデム、ついに始めたと見える。これは急がねばならんか。あんた、人間の言葉喋れるのか。俺の体のことがわかるのか。そりゃ驚いた。人の言葉も覚えてやがる。人の心を残しているってことは、ムデムのやつ、失敗作を作っちまったってことか。教えてくれ。どうすればこの体元に戻るんだ。お願いだ。戻れると思っておいでかね。戻れないのか。あんた何しでかしたんだ。殺人かい、強盗。とにかく犯罪者には違いないんだろう。俺は罪など犯していない。ぬを下ろせ。俺たちに手を出すとズドンだぞ。すまない。おい、ドネガのじいさん、やっぱりこいつ殺しちゃいましょうぜ。無駄な殺生じゃ。けどよ、こいつはすぐにでも人間の心を失ってしまうかもしれないんだ。そうなったらその時は獣となり下がったと判断して殺すまでのこと。じゃが今はこいつはまだ人間なのじゃ。ま、そんなこんなでカオスはここにやってきたってわけさ。犯罪者って？ああ、ムデムの計画じゃ凶悪犯罪を犯した人間を死刑執行する代わりに強制的にカドケウスウイルスを投与してギルステインに変えて人間兵器として売り出すつもりなんだ。だから罪を背負った怪物、ギルステインってわけ。でもカオスは、ああ、親友に裏切られて皮肉にも恋人が作ったウイルスで化け物にされたらしいね。もっとも彼は試作品の出来損ないなんだ。人間の心残しちゃってるからね。ドネガじいさんが言うには、親友に裏切られて恋人に銃を向けられた心の傷の深さが人の心を保たせているんじゃないかって。本当のところは誰も知らないけどね。他のギルステインたちは？カオスがギルステインにされてから2ヶ月。私がヤシロのホストコンピューターにハッキングして得た情報によると、すでにカオスの他に35体ものギルステインが作られている。そいつらはみんな獣の心しか持っていない。まさしく人を食い殺すためだけに作られた人間兵器さ。私のママと妹もそいつらに食い殺された。そしてパパは奴らにどこかに連れて行かれちゃった。いつの話？2週間前。ふーん。それから私必死に逃げ続けた。毎日毎日奴らが襲ってきた。私どうして襲われるかわからないままとにかく逃げた。ここに来たからにはもう安心だよ。私たちが守ってやる。お父さんの名前教えて。スワド、オライアン・スワド。オライアン・スワドって言えば
有名な声楽博士の、うん、なるほどね。だんだん見えてきたよ、からくりがね。昨日はごめん、痛かった。私サビ、サビスアド、よろしく。カオスディスターだよね。恐ろしくないのか。ん、母と妹を殺した化け物と同じ体をしたこの俺が怖くないのか。奴らは獣の心でママと妹を食い殺した。でもカオスは違うでしょ。人間の心持っているんでしょ。全然違うじゃん。今はそうかもしれない。しかし大丈夫だよ、カオスはずっとカオスだよ。そうだ、昨日助けてくれた俺まだ言ってなかったね。サンキュー、カオスは命の恩人だね。何？君は不思議な子だ。君と話していると、なんだか自分が化け物になっていないように感じる。自分で自分のこと化け物だっていうの、よした方がいいよ。かっこいいじゃん、その姿。かっこいい？この俺が。最初は面食らうけどさ、慣れてくるとなかなかのもんだよ。憧れるよ、マジで。何発も銃弾食らっても死なないし、強いし、私にその体あったら真っ先にパパを助けに行けるのに。スワード博士はムデムのところにいる。え？さっきイユから聞いた。サビの父親はカドケウスプロジェクトの最終目的のためにムデムによって拉致されたらしい。ヌーがヤシロのコンピューターをハッキングして確認した。何をしている？決まってるじゃないか、パパのところに行く。父を助けたいと焦る気持ちはわかる。じゃが時が来るのを待つのじゃ。我らが全ての準備を整え、社に反旗を翻すその時まで。待つっていつまで？明日、明後日。バカ言うな。社と戦うにはどれだけの戦力と兵力がいると思ってんだ。今は地下に潜んで一人でも多くの仲間を集め、少しでも多くの情報を収集する時なんだ。そんなことをしてたらパパも殺されちゃう。私は行く、パパを助けに。お前な、何をする？そこをどいて、私を行かせて。サービやめろ。一人で社に行っても犬死にするだけだ。私を止めないで、ヌネちゃん。ないために俺が行くしかないということだけだ。カオス、よかろう。行くがいい、二人で。長老、我々も計画を早める時が来たようじゃ。ヌー、地下に住む仲間たちに決起を呼び起こせ。カオスとサビがムデムのもとに侵入できた時を待って計画を実行する。しかし、カドケウスプロジェクトの本当の被害者ともいえるカオスとサビが動くのじゃ。これは何かの運命に違いない。彼らを手助けすることこそが我らの計画を遂行する第一歩となるはずじゃ。了解。長老、サビ、カオス、頼んだぞ。お前たちの働きいかんで社を叩き潰せるかもしれんのだ。
準備 OK、 いつでも動くぜ。ああ、なんかかっこ悪い。どうだ、気に入ったか。うん、これならどこへだって何が来ようと大丈夫だね。この地下鉄は社本社の地下にまで続いておる。もっとも途中2カ所のゲートは塞がりておるが、仲間たちがゲートを解除してくれるように手はずは整えた。ありがとう、ドネガ。何、礼には及ばない。頼んだぞ、カオス。おう。死ぬのよ、二人とも。カオス、あんたの強さ期待してるぞ。頑張ってね、サビ。負けちゃダメだよ、カオス。帝国、帝国。このエリアからは株式会社ヤシロアコロージーには侵入できません。今すぐ停止させなさい。繰り返します。このエリアから。ありがとうカオス。ゲートは封鎖完了。車両がスピードを緩めたら一斉射撃だ。わからん。ゲートに激突するつもりか。なんだ。車両を無傷で通過させるんだ。頼んだぞ。みんなありがとう。何だと？あのギルステイ、あの時の。この娘、確か。ギルステインたちを投入しろ。アコロージには一歩も近づけるな。いいな。どちらへ？どこでもいいだろう。会長がこの件についてお話をしたいと。わかった。これはこれはムデム様、ご機嫌うるわしゅう。ムデム君、次の役員会議、例の君を副社長におすけ、うまくまとまりそうだよ。ミスタームデム、
研究に精を出すのはいいが、たまにはこうして我々と酒を飲み交わすのも仕事のうちだよ。すみません、このような場は不慣れなものでして。お呼びでしょうか、社会長。ムデム君、大丈夫なんですか。ゲリラが攻めてきたという情報を小耳に挟んだのですがね。会長がお気にされるほどのものではございません。まあ、ムデム君が大丈夫というのなら間違いはないのでしょう。ありがとうございます。目覚めるがいい。そして思う存分戦うがよい。用済みの化け物たちよ。閉ざされたままだ。ありがとう、カオス。カオス、どうしたの？俺がもしサビを殺そうとしたら、え？人間の心を失ってしまったら、迷わず俺を始末してくれ。カオス、カオスが私を殺すはずないじゃない。何バカなこと言ってるの？俺は今、こいつらと同じだった。肉を裂き、骨を砕くことに快感を抱いていた。やはり俺の心には獣が、
獣の心が潜んでいるようだ。カオス。サビ、頼んだよ。博士のいる研究所はこの奥だ。行こう、サビ。レイベイ、ここは危険だ。ギルステインが、奴が来る前に逃げるんだ。私は残るわ。どうして？私は彼を待っている。の人間が誰だったか解明したくて驚いたわ。まさかあの人だったなんて。知っていたの？あのギルステインがカオスだったことを。答えて。ふん、奴が悪いんだ。せっかくの出世のチャンスを、せっかくヤシロの中枢にのし上がるチャンスを得たのに、それをみすみす捨て去る真似をしやがるから。だから彼をギルステインに。ひどい。もうあんな奴のことは忘れるんだ。人間だった奴はもう死んだんだ。それに化け物の奴がここに着いたとしても、特殊警察隊に蜂の巣にされて生きてここから出られない運命だ。化け物になったやつなんかより、レメ、俺と一緒にこのプロジェクトを完成して、二人で。私はカオスと一緒に行くわ。やつはもう人間なんかじゃないんだ。化け物なんだぞ。私なら彼を人間に戻せるわ。まさか。試験的に作ったワクチンが二つだけ残っているわ。カオスが心までウイルス支配されていなければ人間に戻れるはずよ。だから来るぞ。リー、何の真似？ワクチンをよこせ。俺は本気だ。素直に渡さなければ、ここで君を撃ち殺してワクチンを入手するだけのこと。選択の余地は残されてはいない。って人は最低の人間ね。ああ、何とでも言うがいい。企業が国に代わって人々を支配するようになったこの世界じゃ、企業のトップに上り詰めることが必要なんだ。俺はやる。必ず社のトップに上り詰めてみせる。そのためなら信用を裏切ることだって、人を殺すことだって何でもしてみせる。悲しい人ね。あなたにはワクチンは絶対に渡さない。やはりそこか。
素直に渡せば撃たれずに済んだもの。バカな女だ。消えたんだ。緊急連絡、緊急連絡。ゲリラたち数百人が社本社に襲撃を開始。特殊警察各員は異常事態レベル D の緊急配置につけ。繰り返す。異常事態レベル D の緊急配置につけ。ハウスとサビを後方から支援するんだ。ヤシロをぶっ潰せ。カオス頼んだぞ。ノデムを奴を。心はカオスのままなのね。失敗作だったらしい。リーは、あいつはどこ？奴はここにいるのか？リー。まさか、さっきのギルステインが。レイベイ、これを。なんだ。カドケウスウイルスのワクチンよ。これを打てば元の人間に。カオス。喋るな。罪が償えたわ。レイベイ。レイベイ。
大橋、何もたもたしてるのよ。ヌー、行くわよ。ああ。カオス。急ごう。博士はこの奥だ。でも。いいんだ。博士を救出することが先だ。カオス。なんだ。結構いい男だったんだね。サビはどっちがいい？両方。でもどっちっていうとギルステインの時かな。だって惚れ惚れするほど強いからね、カオスは。サンキュよ。神殿二階級出世、部長さんになりたいやつ以外は逃げた方がいいぜ。嫌がったか。どんな問題？とどめだ。仲間を殺してもいいの？何？ムデム様から聞いた話では、そのギルステインは研究所にスパイとして入り込んだてめえらゲリラの女スパイだ。まさか。本当に一人で行くのか。そんな心配そうな顔しないでよ。しかし町は危険だ。俺も一緒に行くよ。バカね、あんたみたいなでかいのを連れてたら目立っちゃってしょうがないじゃない。それにあんたには穴蔵に残ってやんなきゃならないことがあるでしょう。大丈夫よ、知りたいことをちょっと聞いてくるだけだから。心配してくれてありがとう、大橋。じゃあもう行くわ。さよならは言わないぞ。行ってきます。生きて帰ってこいよ。シーナー、シーナー。せいぜい仲間同士殺し合いするがいい。撃てな。シーナ。
まる。そうだ、カオス待ってろ。心配ない。レイメイが作ってくれたワクチンが残っている。お父さんを助け出したらまた人間に戻ればいいだけの話さ。カオス、サビ、ここは危ない。研究室に戻ってろ。でも心配ない。こいつを倒し必ず博士をお父さんを助け出す。がここに来た目的は分かっている。スワド博士を救出に来たんだろう。博士はどこだ。そこにいるよ。何、貴様が今殺そうとしているギルステインこそドクター・スワド、その人だ。まさか。彼の研究は大いに役立った。だがもう用済みだ。殺すなりなんなりしてくれていい。ドクター・スワードのおかげで私の研究はついに完成を遂げた。君たちギルステインの役目は終わったのだ。どういうことだ。私が本気で人間兵器を作り出すために君たちギルステインを開発したなんて話、まさか君も信じているのか。愚かな。そんな愚かな真似をして何が楽しい、何が嬉しい。人間をギルステインに変えたら人の心はどうなる。どうして失敗作の君だけが人の心を残して、他のギルステインたちは獣の心に支配されたか考えてみたことないのかね。まあいい。それじゃあギルステインたちの失った人間心はどこに行ったと思う。消えたではないのだよカオス君。君たちが醜い化け物になったのは副作用に過ぎないのだ。あのウイルスの本当の目的は人間の豊かな心を、感情を、喜怒哀楽を体から分離させることなのだ。心を分離させる。これから社は人の心を商品にする。庶民は我々が人工的に作り出した喜びという感情に金を払い、自らの心に潜んだ怒りと悲しみを売り、楽しみという名の人工感情に交換する。なんとも素敵なビジネスとは思わないかね。そのために博士を。博士を協力させるためにはなかなか苦労したよ。逃げた娘を捕らえてそれを脅しの道具にしようとも考えたが、
結局は薬漬けにして強制的に働かせたがね。ゲルドーベン、博士が作ってくれた装置によってギルステインから分離された人の心だけを取り出すことができるようになった。カオス君、残念だよ。人の心と獣の心が完全に分離できていない失敗作の君もぜひ博士の装置にかけるべきだった。かなり貴重なデータが入手できただろうにね。貴様、うわっ、とも今となっては無駄なデータかもしれん。博士の作ったマインドシステムがさらに発展を遂げ、もうカドケウスウイルスを人体に投与する必要はなく、マインドシステムだけで人間の喜怒哀楽を全て電気信号化して吸い上げ、システムの中で想像した人工感情を反対に植え付けることができるようになったのだ。素晴らしいことだとは思わないかね、カオス君。それもこれも全て君や博士が自ら実験台になってくれたおかげだ。感謝しているよ。だがついに役割は終わったのだ。好きなだけ殺し合いをしてくれればいい。私はこの辺で失礼するとしよう。君の最後を見られないのは残念だが、私もいろいろとやることがあるのでね。大橋、何をするの？決まっているじゃねえか。目の前の化け物を殺すんだよ。だけどシーナなんだぞ。忘れたか。人の心を失ってしまったやつはもう人間なんかじゃねえんだよ。お橋、シーナ、アバよ。こっちの方がかっこいいんだろう。パパ、会いたかった。パパ。パパ。やめてパパ。どうしたの？パパ。どういうこと？お父さんは人間の心を失ってしまった。でも安心しろ、心の保管場所は分かっている。イユ、まだか。もうちょい。奴らこっちに来るよ。くそ、乗り込まれたら持ちこたえられんぞ。天才少女ユウちゃん、さあカーニバルの幕開けよ。
ってるんだ。退却だ。うわお次はこちら。エレベーターが動かないわ。どけ。何を騒いでおる。どうなってるんだこれは。ウデム、君は一体そんなところで何をしている。ゲリラが町に侵入しているのだぞ。ご心配なく会長、この指揮系統は独立回線です。ゲリラがホストを制圧しようとも、これだけは絶対に死守いたします。何を言ってるんだ。この町が、この国が崩壊しようとしているんだぞ。国などどうでもいいじゃないですか会長。このマインドシステムさえあれば、世界をこの手にすることだって可能なんです。貴様はクビだ。ご自由に。くそ。どねが議長。ご無沙汰しておりますの、会長。あんただったのか。ゲリラを仕切っていたのは。やはり30年前のあの日、国の行政を株式会社なんぞに任せるべきではなかったの。だいぶ遅くなったが、返してもらいに来たよ、民衆たちの自由を。無電。待っていたよ。ようこそマインドシステムルームへ。パパの心を返して。なるほど、アクションがあったか。今後も博士の頭脳にはいろいろと使い道があるはずだしな。だろう、娘の父を思う気持ちに免じて心をお返ししよう。本当？待て、サビ、何かの罠かもしれない。カオス君、人の行為は素直に受けるものだ。さあ、サビよ、父と共にマインドシステムの前に立つがいい。さあ、ショータイムの開始だ。カオス、今からとっておきの実験をお見せする。とくと見るがいい、人の心を自由に操作する素晴らしさを。サビ、そこから離れろ、すぐに。約束通りスワド博士の心をお返しする。だがそれだけではもったいない。サビよ、君にも私からの心ばかりのプレゼントを差し上げよう。ムデム、貴様何をするつもりだ。カオス君、なかなかの見物だよ。さあ、目覚めるがいい、新しき心を持った者よ。ここはマインドシステムルーム。私は一体今まで何をしていたというのだ。サビ、どうしてお前がここに。サビ、しっかりしろ、お父さんだ。お父さんがわかるか。パそうだ、お父さんだ。よく生きていてくれた。サビ。サビ。殺す。パパを絶対に殺す。一体どうしたというんだ。ウデム、貴様娘に何をした。博士が発明した人工感情を娘さんに植え付けただけ
ですよ。いや、本当に素晴らしい。まさに画期的な発明ですな、博士。貴様、まさかサビに憎しみの人工感情を。その通り。それも愛する者への憎しみを最高レベルにまでインプットしました。サビ、目を覚ませ。サビ。パパ、私はあなたが憎い、殺したいほど憎い。サビ、やめろ。サビ、サビ。カオス、目を覚ませ。サビ、君がお父さんを憎いと思う感情はムデブが勝手にインプットした人工感情なんだ。偽物の感情なんだ。無駄だ、カオス。本人には人工感情と本物の感情の区別などつかん。それよりカオス、貴様もマインドシステムによって私に忠誠を誓い、されば再びワクチンを開発して元の人間に戻してやる。黙れ。サビ、銃を下ろせ。そして目を覚ますんだ。カオス、カオスも憎い、殺したいほど。パパ、カオスも殺す。カオス、貴様よほど愛されていたのだな。羨ましい限りだ。思い出すんだ、サビ。お父さんと過ごした楽しかった日々を思い出すんだ。俺と初めて出会った時のことを。思い出せ、お父さんとの日々を、俺との日々を。サフィガス、ガス。頭が痛い、心が痛い。サビ、パパ、カオス。サビ、パパ。なぜだ、なぜ人工感情が消えた。人工感情は本当の感情も凌駕するはずではないのか。私は認めん、絶対に認めんぞ。マインドシステムは完璧に人の心を操れるはずだ。私は認めんぞ。作り物の感情など所詮本物の心には勝てないのだ。穴蔵の連中の作戦が成功したようだ。行くぞ、ここは危険だ。ありったけ仕掛けてやったぜ。ま、めでたい日だもんね。カオス、あいつら戻ってこなかったね。ああ、月差すような衝撃で